おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの10の逆位置が出ました。退屈な日々に不満を募らせる。変わり映えのない日々に飽きを感じる暗示、退屈と倦怠感が心を満たします。新鮮さを忘れ、すべてが色をなくして見えることも。家庭や対人関係におけるいざこざによって、心が疲弊したり、重圧や重責を抱えて、苦悩することを示唆しています。気づかぬうちに、ストレスやフラストレーションが溜まっていたり、健康を害しているかもしれません。また、苦労しているのに、誰も理解してくれない孤独を感じていることも。この時期は、制限や抑圧を感じるかもしれませんが、逃げずに取り組むことで、希望通りの展開へと導かれるでしょう。カップの10の逆位置の意味は過剰なストレス、フラストレーション、家族の不和、対人関係のトラブル、関係性が破綻する、閉塞的な状況。2枚目めくっていきます。ソードの王の正位置が出ました。客観的な分析で判断する。どんな場面でも、客観的に状況を見据え、的確な判断を下ろします。常に公正であることを望み、私利私欲に走ることはありません。冷静な判断力や、決断力に溢れています。やるべきことが明確になり、頭脳も明晰な状態で、物事をクリアに見通すことができるでしょう。知識や知恵、良識を暗示します。最善の方法で問題をクリアすることを示唆しています。必要な情報や人脈に恵まれて、スムーズな展開が期待できるはず。幅広い知識と経験値を持つ人物が協力してくれたり、気づいてきたネットワークに、助けられることも多いでしょう。ソードの王の正位置の意味は力で支配しようとする、残忍さ、危険を伴う、未来が不確定、悪意を感じる、邪心や邪念、当たり前だったことへの疑問。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。